こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。うぷ主、大好きなバーチャファイター3ね。お、めっちゃ懐かしい、ドリームキャストマガジンね。そうだ、当時うぷ主は狂ったように読み漁ったぜ。で、今日は何？これだぜ。ん？何かな？今日は、うぷ主のリハビリの成果を見せるぜ。前は2セット選手で、難易度をイージーにして、クリアしていたわね。うぷ主、それでも結構難儀していたが、今回は、デフォルト状態でクリアを目指すぜ。ドリームキャストマガジンを読んでいた頃くらいに、戻ったのね。ん？どうだろうな。うぷ主は、そう思っているみたいだぜ。いつものドリキャスから、オープニングね。うぷ主が絶対譲らないんで許してやってくれ。うぷ主、大好きだもんね。今でも音楽は最高だぜ。オープニングムービーも、これくらいがちょうどいいな。シリーズ唯一のアンジュレーションも最高だ。うぷ主的にはねえ。フローで次から平面に戻るがな。うぷ主は DOA みたいで好きなんだがな。DOA 的なのは、ガチ勢からするとフローなんだね。そうみたいだな、うぷ主は大好きだけどな。ちょうど、うぷ主くらいには面白いんだろうね。わからんではないぜ。うぷ主、稼働前のロケテストに。大阪は元より、東京や横浜まで行ったぜ。バーチャファイター3だけは、そこまでやったのね。ロケテストでプレイしたのは、これだけだぜ。うぷ主、若かったのね。いっつけのゲーセンの筐体には。ほとんど、うぷ主のイニシャルが入っていたぜ。うぷ主アメリカのディズニーワールドでもやったのよね。おう、フロリダのトゥモローランドのゲーセンだ。横並びの筐体でアフリカ系アメリカ人に乱入され。でかくて怖そうだったので、負けようか？と。思ったが、倍で勝ってしまったぜ。撃たれるんじゃないか？って真剣に、ビビったぜ。うぷ主は倍で、相手は誰を使ったの？ジェフリーかウルフだったと思うぜ。うぷ主、ビビりまくりね。そや、そうだろう。ちなみにアメリカでは、バーチャファイター3の特徴の、エスケープボタンの E 表記が、D なんだ。D？ そうだったぜ。何の頭文字？どっちの D？ だぜ。あのドッジボールのどっち？そうだぜ、避ける避ける、って意味だぜ。なるほど、わかるわ。意味的に、D の方が合ってそうね。はい、うぷ主大好き、オープニングが終わったぜ。もう、ロードが長いのに慣れたわ。PS5 と比べても意味ないもんね。うぷ主のは、まだ動くだけマシだぜ。視点変更機能搭載のでもね。対戦じゃ、全く使えんがな。うぷ主も、レースゲームじゃコックピット視点でしか。走らないけど、対戦格闘じゃ使わないわね。使ったことないぜ。そうよね、ゲーム性が全く違うからな。あ、ランキングがデフォルトのままね。ああ、お約束、鈴木優が1位のままだぜ。データが飛んだビジュアルメモリにセーブできないぜ。録画してるからいいけどね。いい音だ。LINE の着信音にしたいぜ。うぷ主、相変わらず老眼で独特の事態の。ノーマルモードを探すのに苦労しているわ。うぷ主、キャラクターセレクトは迷わずパイだぜ。早く決定しなさいよ。うぷ主、時間切れまで放置するつもりだな。はぁ？バーチャファイター3のパイを見ていたいんだな。ウェップうぷ主、変態。否定はしないぜ。あと5秒ね、4秒、長いわ。放置した時は、0秒で目がこっちを向くぜ。やっと終わった、一人目は？一人目、アキラは新鮮だな。アキラはデュラルのボーナスステージ前の、ボスキャラ的存在だものね。デフォルトのノーマル設定だから、いきなり大技出してくるんか？最初は、うぷ主のお決まりのパターンね。EG 設定と違って、ガードするな。ダウンさせても、避けるわね。やっぱり、こうやって、大技出したぜ。うぷ主、見事に食らったけど、なんとかけよう。うぷ主、この先大丈夫か？あなたには空腹が足りないわ。いいのか？そんなセリフ言って。回し蹴り。やっぱり、ダウン攻撃は避けるな。蹴って、今度はダウン攻撃入った。そのまま行っちゃえ。でも、反撃してくるわね。うぷ主、食らってる。あかんやん。なんとかけよう。もう一回勝たないとダメなのね。しんど。あなたには空腹が足りないわ。足りてるって。負けるかな？ガードされまくり、大技食らう。空振りで当たらないわ、ガードされるわ。
また空振りで。結局、また大技食らう。うつむし、あかんなー。何ピコピコしとんねん。お。ダウン取ってダウン攻撃炸裂。ガード、きついよなー。どついて、なんとか KO。一人目から強いわ。ギリギリ勝ったな。あなたには空腹が足りないわ。最初がアキラでよかったぜ。うわ、青いよ。二人目でも強いんだろうな。ここで負けるかな？うぷ主、コンティニューはしないんでしょ。やっぱり、イージー設定とは違うな。ああ、もうダウン取られてるし。蹴ったら当たった。ダウンさせるも、うぷ主、わけわからん動きだ。えげつないことしはりますな。ネイティブな京都弁やん。やめておくれやすー。いやー、伊藤すやん。こんといてーなー。何してはりますの？うちが先に落ちてるわー。なかなか趣のあるリングアウトね。あなたには空腹が足りないわ。きついこと言わはりますなー。蹴らんといてー。伊藤すー、かなんわー。同じ技は食らいまへんね。うちが行きますね。何寝てはりますの？もう蹴られまへんで。どつかれまへんで。いやー、痛いわー。こんといてー、痛いわー。何しはりますの？痛いわー、KO取りはりましたやん。冷たいわー。あなたには空腹が足りないわ。大きに、エスケープをさはったん。ガードしますー。どつきますー。何してはりますのん？やめて言うてますやん。伊藤すー、行きますー。やめて言うてますやん。転がりますー。いた、もういけずな人ですな。痛いし爪通すな。やめてや。蹴らんといておくれやすー。負けましたやん。いけずやわー。やっぱり空腹足りないわね。マリサ、もういい？おう、いいぜ。あ、影だ。葵には意外とあっさり勝ったわ。次の影には、うぷ主、手こずるかな？イージー設定とは明らかに違うわね。蹴っても、当てさせてもらえない。うぷ主も無防備だけど、大技食らった。ガードするわねー。空振りってか避けられて、反対に食らう。やっと当たったかっこいいヘリだぜ。ダウン攻撃炸裂。当たらんなー。エスケープ使われて、投げられた。ダメねー。空振り、うまく避けるよな。ああ、また投げられて KO 取られた。うぷ主、いきなり KO よ、大丈夫？口数少ないぜ。ダメかな？いきなり食らった。起きろ。よし、ダウン攻撃成功。離れたけど、脱出してきたわ。はい、うぷ主、投げられました。やられまくり。ダウンさせられて、反対にダウンさせる。ダウン攻撃炸裂。当てさせてもらえんな。あと少しよ。蹴られてるやん。なんとか浮かせてけよ。これで1-1ね。あなたには空腹が足りないわ。先が長いな。負けたら終わりだけど。空振りの後、ダウン攻撃炸裂だ。うぷ主も、よくダウン取られるわねー。空振りして、蹴られて、またダウンやん。うぷ主、背後から蹴る。よろけさせるも、サマーソルト食らう。ダウンさせられるも蹴って、ダウンを取る。うぷ主、入力ミス多いな。大蹴って KO。なんとか2セット取ったわね。あなたには空腹が足りないわ。ギリギリねー。よく勝ったよな。いきなりサマーソルト食らった。ゲリをエスケープされ、またサマーソルト食らった。当たらんなー。お、蹴ってダウンさせる。ダウン攻撃炸裂よ。ゲージ的には同じだぜ。と、思ったら、蹴ってダウン。ダウン攻撃炸裂。畳みかけて KO。勝ったわ。まだ3人目だぜー。やっぱり空腹足りないわね。4人目だな。誰かな？あ、シュンヤン。うぷ主の苦手な上に、4人目だぜ。ノーマル設定だから強そうね。うぷ主、嫌だろうな。ステージは好きなんだぜ。わけわからん入力ミスして、ダウン取られとるやんけ。今度は蹴ってダウン取った。ほんと、うぷ主、入力ミス多いな。またダウン取られた。やっぱり、4人目で旬は強いな。イージー設定とは違うな。うぷ主ボコボコだな。相手にならんな。まったくダメね。何やっても、読まれてるな。まあ、トリッキーに KO 取られたな。CPU が強すぎるぜ。ここまでかな？
大笑いね。もう、うぷなし。ピコピコやってるだけで、当たりもしない。寝転んだわ。お、当たったぜ。うぷなし、地味にちまちま、ゲージ削ってるな。このままいけるか?と思ったらダウンね。ダウン攻撃かわして、蹴って KO 取ったぞ。勝てたわ。あなたには空腹が足りないわ。うぷなし、疲れているだろうね。当たらんよな。と思ったら、やっと当たって、ダウン攻撃炸裂。読めないわ。あ、蹴って、ダウン攻撃炸裂。ジジイのくせに俊敏だが、ダウン攻撃今度は避けた。俊らしい変な動きが出だしたな。そうだねー、旬だねー。背後を取って、逆立ちしてる。うぷぬし、こかしたけど、入力ミス。時間ないよー。時間切れでも勝てるな。と思ったら、ダウンから蹴って KO だ。あと1セットなんだがなー。あなたには空腹が足りないわ。あと1セット取れるかなー、厳しいなー。2発目が当たって、ダウン攻撃炸裂だわ。ダウンから起き上がって飛んだところを。蹴って、ダウン攻撃炸裂だ。また蹴って、ダウン攻撃炸裂ね。変な動き出るか?おお、蹴りでエクセレント勝ちだぜ。エクセレントはいいね。あなたには空腹が足りないわ。うぷぬし、褒めてやろう。ここでサラヤー。5人目かー。強いぞー、絶対負けるぞ。うぷぬし、このステージも好きだよね。階段から始まるぞ。嫌だなぁ。もう、いきなり下段の回し蹴りだすかー。空振り、次は蹴って当たってダウン攻撃炸裂。ダウンさせられた。なぜか飛び越えた。うぷぬし、当たらん。サラノは当たって、うぷぬしダウン。追って蹴ったが、ダウン攻撃避けられる。サラ、エスケープしたところを蹴る。ダウン攻撃炸裂。蹴りすぎやろ。ダウンから蹴るが、サラは倒れない。もう一発蹴るが当たらず、逆に暗い KO。ま、負けるわね。笑われた。期待しないで見るわ。二人とも、空振り。うぷぬし、ダウン攻撃も炸裂。蹴りには耐えたが、サマーソルト食らう。前線で起きて蹴って、もう一回蹴って。蹴ろうとしたら、蹴ってダウンを取る。ちまちま、ゲージを削り、あと一発。よし、KO。このところ、この展開が続くな。あなたには空腹が足りないわ。二連勝パターン。回し蹴りでダウンさせるもダウン攻撃失敗。ああ、食らってる。うぷぬし、好きな階段から蹴るも空振り。降りて、当てる。ダウン攻撃炸裂。起きて蹴ってダウン取る。最後はダウン攻撃炸裂で KO。勝ったな、ほんとパターンだな。言ってやれ。次は簡単に勝つ?と思ったらサマーソルト。もう、蹴り合いだな。蹴りまくってダウンを取るもダウン攻撃当たらない。ああ、また蹴られてるわ。上手にエスケープ使ってるわ。CPU、この技好きで、はい KO。今度は負けたわね。5セット目いったな。うぷぬし、回し蹴りでダウンでダウン攻撃炸裂。駆け寄られて、ヒガー。階段にダウンって痛そうね。うぷぬし、限界か?立ってダウンさせたけど、また入力ミスだろ。うぷぬし、ダメね、空振りばっかり。食らった。飛び越え着地したら蹴ってダウン取った。階段でダウン攻撃炸裂、これも痛そう。蹴って KO。簡単には勝たせてくれないな。あなたには空腹が足りないわ。きつかったなぁ。もう、次誰や。ここで、よりによって、ラウー。サラより嫌だぜ、それも6人目、強すぎるやろ。パイのお父さんだから手加減して勝たせて。そんな仕様ではない。CPU と探り合っているみたい。なんか気持ち悪い。だんだんラウの戦い方になってるぜ。お、親父を蹴ってダウン攻撃炸裂。もう一回蹴って、ダウン攻撃炸裂。勝てるぞ、いけいけー。蹴って KO だ。勝てたわね。ラウらしさがなかったな。あなたには空腹が足りないわ。このステージはよくできてるよな。ラウ、避ける避ける。まだ避ける。親父に食らった。元気な親子だ。ラウもまだ健康な頃ね。あ、食らった。ここも痛そうね。娘が蹴って、親父が蹴る。
また娘が蹴って、親父ダウン。この辺は典型的なラウの攻撃で KO。 うく主もラウは苦手よね。そうや。めちゃくちゃ高笑いね。ラウ全開と思ったら、回し蹴りでダウン。はいはい、ラウによく食らう技だ。当たらんな。ラウもだんだん階段登ってるわ。ほんまに当たらんな。上から蹴られるし。当たらん。蹴られて、ほとんどゲージやかよ。それでもダウンさせてダウン攻撃入ったな。互いに近づいて、ウプ主蹴って KO。 ウプ主、あの状態から、よく勝ったわねー。あなたには空腹が足りないわ。親父だけどな。今度はウプ主全開だな。いつものパターンね。空振りしても、蹴ってダウン取る。ダウン攻撃は避けられたな。またダウンさせたけど攻撃は避けるな。しばかれて、飛び上がったところを蹴ってダウン攻撃 KO。 6人目のノーマル設定のラウに勝ったわよ。やっぱり空腹足りないわね。7人目は？こんなとこで、ジェフリーか。微妙だな。ウプ主は喜んでいるぜ。サラやラウに比べたら、7人目でもねー。こんなとこで、リオンじゃなくてよかったぜ。ま、最初の方のジェフリーとはやっぱり違うな。いつもの、ウプ主でいけるかな？ダウンさせても攻撃は避けるわね。ちょっと嫌だな。うん、当たらん。大丈夫？反撃しなさい。ダウン取るわね。ダウン攻撃成功。あと、一発だ。蹴って KO。まあ、気が楽ね。そうだな。3セット連死しちゃえ。ウプ主のパターンが決まってるわ。ウプ主っぽいわ。ダウン攻撃も炸裂するし。ほんと、ウプ主パターンだな。ダウン攻撃が決まるのは大きいな。ちょっと苦戦してる？余裕だな。と言いたいところだが、ウプ主入力ミス多いな。あと一発よ、早く。ダウン取られて蹴って KO。こんなもんでしょう。空腹が足りないわ。早くジェフリー片付けましょう。そうそう、ウプ主のパターンでやれば勝てるわよ。どんどん決まるわ。でかいキャラ系には強いな。ダウン攻撃連発だな。まだやるか。炸裂するのよねー。一発よ。蹴って KO。 ストレートで勝ったわ。得意なキャラだしな。やっぱり空腹足りないわね。次、最後よね。残ってるのはジャッキーおったんか。最後8人目にジャッキーなんて、絶対負けるぞ。ウプ主、コンティニューしないから、ここで終わりかな。ああ、そうだ、この火花が落ちてくるステージだ。でも足も出ないとは、このことだぜ。もうあかん、サマーソルトすら出してないやん。ああ、何回ダウンするの。ダウン攻撃すらしないぜ。ダメだ、余裕で KO されてるぜ。順番が悪すぎたわねー。もう、て、ソフトリセットかけたいぜ。同じ展開ね、サマーソルト出た。でも、当たってないよね。CPU に手加減されてるんか？あ、ダウン攻撃炸裂したわ。その後はボコボコだけど。ダウン取られてるし。お、蹴った。ダウンしたけど避けられた。またダウン取った。ダウン攻撃炸裂 KO。1セット勝っただけで、十分だぜ。あなたには空腹が足りないわ。一回でも言えたらいいぜ。最初からガードか。下段の回し蹴りを狙ってたのか。ダウン攻撃入ったわ。ああ、怒られてる。次は蹴られてる。ん？ウプ主蹴ってダウン攻撃成功。走った、蹴って、ダウン攻撃は避けられた。あと一発蹴って KO。ウプ主、2セット取ったぞ。あなたには空腹が足りないわ。言うねえ。もう負けるか。回し蹴りとサマーソルト同時で当たらなかったな。チクチク削るか。蹴った。空振り。また蹴った。ダウン攻撃炸裂。互角に戦ってるぜ。ウプ主、頑張れ。と疲れて、KO。まあ、8人目ジャッキーには負けるわな。今上から火花落ちまくったな。それより、あ、もう食らった。ダウン攻撃してこないわね。しようか。ガード硬いな。ダウンから蹴っても、倒れない。こっちは簡単にダウン取られるわ。回し蹴りは飛んでいくわね。
ダウン攻撃炸裂。おお、回し蹴り一発で KO。 うぶ主、勝っちゃったわ。うぶ主も火花浴びてたぜ。デュラルだね、ここまで来たわね。ノーマル設定の3セット選手だ。もう負けても、キコンティニューないし、いいか。リオンステージね。お、飛び上がったところを蹴る。ダウン攻撃は入らず、また蹴ってダウン攻撃炸裂。駆け寄られて、怒られてるぜ。ガードを固めてきたぜ。大技食らって、ダウン取られた。今度はダウン取ったが、ダウン攻撃避けられる。さすが、うまく避けるなぁ。強いわね。蹴って、ダウン取って、起きたところを蹴って、KO。 1セット取ったわよ。あなたには空腹が足りないわ。円形から見ても、よくできてるステージだぜ。ダウン攻撃入らんし、ガード硬いわね。チクチク、ゲージ削るしかない。アンジュの効果が出ていそうね。鈴木アンジュ、中に一回は言いたいぜ。しょうもないこと言ってる間にボコボコよ。同じ高さに飛んできた。オーケーって、 KO。 うぶ主、覚醒したのか、暴走か。あなたには空腹が足りないわ。うぶ主、もう勝ちなさい。いきなりダウン攻撃は入らず。そりゃ入れさせてもらえんよな。ダウン攻撃はしないな。うぶ主疲れてそうね。避けられまくり。蹴ってダウン攻撃炸裂。ゲージじゃまだ負けてるな。ズラルの方が高い位置にいるぜ。蹴られて床に落とされた。下から蹴ってダウン攻撃炸裂。またダウン取ったわ。あと一発よ。蹴って KO。 ノーマル設定のズラルにストレート勝ちしたな。あなたには空腹が足りないわ。終わったー。エンディングだぜ。鈴木雄大先生、ほんとありがとう。やっぱりこのエンディングも最高だぜ。今までの戦いを思い出すわ。うぶ主、ノーマルモードデフォルト設定で。コンティニューなしで、クリアしたぜ。若い頃のゲーセン時代は、こんなんだったのね。まだ4ボタンのリハビリは完璧じゃないがな。うぶ主、大丈夫かな？死んでるかな？若いっていいわね。電脳化と全身擬態化でもするか？いいわね、手にボタンとジョイスティックの操作を。プログラムするわ。メガテクボディ社でもいいって。カタログでももらうか。いいわね。もう、エンディング終わるわね。もう出てくる。サンキューフォープレイングってのが、大好きだぜ。気分いいわね。セガのゲームはいいよな。ゲームにハマったきっかけも、初代バーチャファイターや、セガラリーだしな。あ、ネームエントリー画面よ。毎回言うが、ほんと凝ってるよな。ゲームに通信機能が普及するまでは、メーカー自身もクリアタイムを重要視していたことが伝わってくるぜ。今回の対 CPU 戦も面白かったもんね。そうだよな。今やネット接続前提みたいなもんだからな。もうこんな楽しいネームエントリーなんて出てこないのかな。今は終わったら勝手にアカウント名が入ってるわ。何回見てもいいねー。そうだねー。次は採点だぞ。前のイージー設定2セット選手の時と同じ5段だ。それに前の方が点数が高かったぞ。クリアタイムを重要視していそうね。多分な。まあこれはどうでもいいんだが、バーチャファイター2でもあったからね。あったな。またドリキャスで裏技を再現するかな。かなり出すのが難しいのもあるんだ。まあ、あるでしょうね。たまにドリキャス本体も、機嫌悪くなるし。ゲームオーバー。思わず言ってしまうぜ。そうよねー。そうだ、フロリダのディズニーワールドの話の続きだ。まだ、ネタあるの？バーチャファイター3が稼働し始めた頃だったから。日本じゃ、ブラストシティ筐体が出回っていたが、ディズニーワールドは、アストロシティだったと思う。ほう、どっちも、ジョイスティックの先端は樹脂の球場だぜ。黄緑かピンクよね。それが、アメリカというかディズニーワールドの罠。うんうん。昔のオートマの T 型のセレクトレバーではなくて、ホンダプレリュードから始まった、
ガングリップタイプの形をもっとまっすぐにして。周りくどい説明ね。筐体の前で私はそのように思ったんだ。要は、アイスピックの持つ部分の形ね。それだそれだ、それを一回りくらい太くしたような。最初から、そう言えばいいのよ。サマライズが苦手なんだぜ。で、材質がゴムっぽいんだな。へぇ？それが、アメリカ仕様の筐体専用なのか？アメリカ人たちが力ずくで乱暴に扱って、丸い樹脂を壊したのを、何かで代用させ、いわゆるレトロフィットさせたものか？ネットで検索しまくったが、わからなかったぜ。ふーん。樹脂の丸い球体になれた、ウプ主は、めちゃくちゃやりにくかったぜ。それでも、ウプ主、買ったのよね。そうだ、ウプ主、アメリカ人に買ったぜ。ウプ主のブリューデンデンデンデデン、だぜ。ウプ主、かっこいい。霊夢、古いぜ。マリサもね。ウプ主なんか、余裕で知ってるぜ。あ、ウプ主、元気かな？あの年で、デフォルトノーマル設定で。コンティニューなしでクリアは、答えたろうな。死んだ？ウプ主の生死は明らかではありませんが。今回の動画はこれで終わりです。最後までお付き合いしていただいた皆様。お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。